はい、それじゃあね、ここからはね、問4番とね、問5番、ね、第4問のね、問4番と問5番のね、解説をしていきます。まずね、問4番。問4番は、河川 D で、この、河川 D でこの実験を強い光の下で行った理由を述べようってやつですね。河川 D、ちょっと戻ってみましょうか。河川 D は、十分な強、河川 D はその内容ですね。十分な強さの光の下で光合成速度を示してあると。で、これね、どういう内容の話、どういう内容のところとね、関連しているかなって、図1っていうところですね。図1の内容をそのまま引きずってますね。図1、ちょっとその1行前のところ戻ってみましょうか。光合成は温度の影響も受けると。図1は二酸化炭素が十分存在する条件下で、水温と光合成速度の関係を調べたものである。ここが重要。ね。そこ、ラインマーカー。ね。水温と光合成の、水温ですね。水温と光合成速度のね、関係を調べたものであるというところが重要でね、重要だと。ね、温度とね、要は温度と、光合成速度ね、を、検証するような実験をしているということだから、ね、他のね、奴らがね、その実験にね、影響を及ぼしてきたらまずですね、他の奴らって何かって言ったらね、二酸化炭素濃度と光ですね。限定要因のところの話でね、二酸化炭素濃度、水温、二酸化炭素濃度、温度、あれ、光の強さか。の、この三つがね、のね、どれかがね、限定要因になったりするんですよ、という話はあったと思います。ね。で、今回ね、温度、ね、水温ね、水温、温度と、光合成速度のね、関係を知りたいんだから、他の奴らがね、限定要因になるような条件にしてはいけないってことやから、そいつらは十分にね、与えなきゃいけない。ってことやからね、さっきね、その水温とね、光合成速度のね、関係を調べたものっていうところの手前のところにね、二酸化炭素が十分に存在する条件下でっていうふうに書いてあるわけですね。二酸化炭素が十分に存在する。ね。あとはじゃあ光が十分に存在しないといけないってことですね。限定要因にならないようにするためっていうことですね。それを答えに書けばいいってことですね。ということで、問4の答えは、水温と光合成速度の、関係を調べる実験なので、光の強さが、限定要因。限定要因。となることを防ぐためっていうのが答え。ね。になる。ってことですね。はい。まあ、全然大したことないです。じゃあ次行きましょう。問5番。ね。ね。はい。問5番。問5番の問題文は、A と B のどちらがタイドプールに生育する海藻と考えられるか、記号を回答欄に記せ、またそう考える理由を回答欄に記せ、っていう問題ですね。はい。まずね、ちょっとね、イメージしてもらいましょうか。ね、イメージ。なんかもうちょっとでかく書こうかな。ここは。よいしょ。ね、こんな感じで、この辺とこの辺に海藻がいるわけだね。で、こっちの、海藻 A がこっちか。海藻 A がこっちで、海藻 B がこっちね。タイドプールっていうようなところにいるやつが、いるやつと、A の方と、A をこっちを A。で、こっちを B としてるわけですね。あ、これ書いと、答え書いちゃっていいやん。見なかったことにして、はい。見なかったことにしてください。こっちとね、こっち、タイドプールにいるやつね、なんだ、海って書いてあったっけ、タイドプールにいるやつと、干潮帯よりやや深いところに生育するってことですね。まあ、要は、海に浸かってるんですね。海に浸かってるのやつと、タイドプールって呼ばれるところにいるやつ。ね。どっちが、さっきの、そのね、図の1のね、A、B、どっちに相当しますかっていうような問題です。ね。で、ここ、考えるとき、何を考えたらいいかなって言ったらね、まずね、ちょっと太陽を考えましょう。太陽ね。太陽。ね、太陽考えて。まあこんなにね、海に近いところに太陽があるわけないんですけどね、太陽考えて。ね、日光がね、こう照射するわけですね。日光が照射してる。ね。で、この日光が照射してきて、ね、
日光が照射してくるってことは光のエネルギーがやってくるってことですね。光のエネルギーがやってきて、ね、この辺、光のエネルギーを受け取ったね、物質はどうなるかなってね、まあ、温度が上がるわけですね。温度が上がる。温度が上がる。温度、T、温度が上がる。というふうになるわけですよね。温度が上がってくると。で、この T ね、温度ね、温度が上がってくるような条件になってしまってると。で、温度が上がるとき、ね、こっちとこっち、どっちの方が上がりやすいかなってことを考える。ね、広い広いね、大海原と、ね、狭い狭いね、タイドプール。ね、まあ、この辺はこんなもいい。ただの水たまりぐらいの感じですからね。まあ、水たまりとね、海。ね、どっちの方がね、温まりやすいかなって話ですね。まあ、こんなん単純に考えたらわかりますよね。海ね、いくらね、水が蒸発するからって言ってもね、海、ずーっと水あります。ね。なんだ、水たまり。水たまりね、火が差したらね、そのうち乾きます。ね。ってことはね、そんだけね、温度がよく上がってるから、それによってね、蒸発量が、多いわけですよね。ってことですから、こっち側。ね、こっち側の方が温度が上がりやすい。ね。温度がこっちとこっち。どっちの方がね、温度が高いかなって言ったら、こっちの温度が高いわけですよね。こっちの温度が高くなる。ね。温度が高い条件になるのは、こっちの方が高い条件になる。ね。で、今回ね、そのさっき書いてあった図の、図の1ってやつね、図の1。ね、だいたい書いてみるとこんな感じですよね。こんな感じ。A、B。ね。A、B。こんな感じです。ね。こんな感じになって、ね、光合成のね、光合成速度がこう、縦軸が光合成速度で、横軸が温度でしたね。で、最適温度がね、どの辺にあるかなーって見てみるとね。こっちっか、B の方はだいたい30ぐらいですか ?30 ぐらい。で、こっちが35ぐらいですかね。はい。ね、こんな感じになってるわけですよね。はい。ってことは、ね、A の方がね、最適温度高い。ね。A の方が最適温度が高い。ってことはね、周りがね、温度が高くなるところでもちゃんと適応してね、生きてられるってやつやから、こっち側のね、タイドプールの方がね、温度が上がりやすいって話をしたわけだから、こっち側のタイドプールにいるやつが A。ね。A。A。A で。で、こっちからね、水じゃない、海の中にね、使ってる方が B ってことですね。っていう風になると。で、今ね、口でね、説明してきたことを、あと理由として、付け足せば終わりってことですね。ってことで、回答をいきましょうか。回答は、まず、タイドプールの階層は、A、B どっちかなって言ったら A です。ね。A。ね。で、理由は、タイドプールは、干潮帯より、干潮帯より深いところよりも環境水が少ないため、環境水じゃね、この生物の周りにあるやつのある水のことを環境水って言いますね。こういう言い回しもね、ちょっと知ってる方がいいかなと思ったんで掘り込んでみましたね。環境水が少ないため直射日光、日光によって温度が上がりやすい。よって、高温条件35度が高温かどうかって言われたらね、どうかちょっと怪しいですが、まあ生物にとっては割とね、35度っていうのは割と高いですよね。なんで、高温条件か、でも、光合成を行える家がタイドプールに生息する、海藻と考えられるっていうのが回答になるというわけですね。はい。ね、ね、ちゃんとね、これ、このグラフね、温度、ね、温度に注目したようなグラフになってるからね、ちょっと温度にね、注目してみたらね、まあ分かるような問題だったかなと思います。ね。まあここまでね、第4問やってきましたけど、第4問ね、まあそんなに言うほどね、難しい問題はなかったと思います。ね、さっきの1個前の動画でも言ってたけどね、統一のね、ちょっとあの、葉緑体っていうね、あのワードだけをね、抜かさなければ、ね、まあ、この統一も取れて、統一取れて、まあ、他はね、全部取れるような問題でしたからね。まあ、ここもね、まあ、できれば満点かなっていう感じのところでした。それではね、これで解説の動画終わりなんでね、次の動画へ行きましょう。